小鹿島は九州本土から西へ約5 0トル離れた五島列島の北部にある島である。全島が長崎県北松浦郡小鹿町に属する。人口に229人。五島列島の北部、福島と中通島の間に位置する。一般的には五島列島に含められることが多いが、長崎県では平戸諸島の一部としている。島の東には、 野崎島、六島があるほか、島の周囲には小め島、内島、やぶろき島、大島、境島、黒島、小黒島など小さな島が点在する。この内半島と黒島は小鹿島から橋で結ばれている。海中火山の噴火によってできた比較的平坦な島で小鹿火山島群では最大の島にあたる。かつては島の中央部が浅い海となって、 東西二つの島に分かれていたが、1334年に、干拓が行われて、一続きの島となった。古代、おじか島が細長い瀬戸によって、東西二つの島であったことから、古事記の天領屋は、おじか島だったのではないかと、森光一は推測している。室町時代まで、おじか島と浦部島においては、青方市と松浦市の両家が、交互に、自当職を務めていたが、 関納2年に、小じ島,島と浦部島の一部を平戸領とし、浦部島の大半を青方領とすることで和解した。以後、小じ島は、明治まで平、小じ港ターミナル島の南部の笛吹き港まで、佐世保港から高速船と、フェリーが、博多港からフェリーがそれぞれ運航されている。高速船の始発便、最終便は、有川発着小じ町栄線笛吹き港には6島。 大島への町営旅客船が発着するほか、島の北部の柳港には、納め島、寺島、上浦への旅客船が発着する。島の東部に、小鹿空港があり、長崎空港、福岡空港からの路線があったが2006年3月31日、限りで定期航空路が全廃されており、旅客は取り扱っていない。小鹿交通が島内及び、内島への路線バスを運行している。 島の中心部となる、笛吹里の全域と、柳号、前方橋、新田号、東見崎号、長崎尾号とその地先海岸の各一部、および隣接する野崎島、洋上域を含む大島と、堺島が、小地諸島の文化的景観の名称で、文化財保護法に基づく、重要文化的景観として選定され。a b 長、先の島長崎の島紹介、平戸、 平戸のプロフィール、長崎県企画振興部地域振興課、山本博明、谷口博光、小地島党単成火山群の火山地質、東北アジア研究東北大学、201から232ページ、1999年、一瞬1343万9332、 http://1.2.ac.jp://1100048228077 NID スラッシュ。松井和則、おじか島及び被前平島地域の地質、地域地質研究報告、5万分の1地質図歯は、地質調査書、変地質調査書、1から64ページ、1990年。 h t t p 1 2 a c j p n c i d b n 0 5 9 1 9 3 2 x p 1小鹿諸島の文化的景観文化遺産オンラインありがとうございます。